んにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイの概念を覚えていますか？きっとあなたは大丈夫ですね。そうです、もともとあなたと彼は一つの魂だった。あなたと彼が二人に分かれたのはなぜか？ツインレイの概念の根幹をなす部分です。ツインレイの概念はとても不思議だと思います。なぜなら同一人物が他人になってしまうのです。私と旦那が同一人物、そう思うと不思議でたまりません。でもどこか強い安心感が生まれます。あなたも今すぐ想像してみてください。彼はあなたでもあると。どうでしょう？あなたは今きっととても不思議さを感じていませんか？それと同時に大きな安心感を抱いていませんか？これがツインレイだとすると本当に特別だと思いますよね。ツインレイの概念からすると、あなたと彼は前世は密接に関わっています。覚醒の時にこそあなたと彼はその意識を明確にするはずです。覚醒はまさにあなたと彼が自分の前世にも気がつく体験とも言えるでしょう。覚醒するときっと以下のものが小さくなると思います。怒り、妬み、エゴ、不安、恐れ、疑念などです。考えられる理由はあなたと彼の魂が向上したからでしょう。本当に愛すべき人を愛することはこの物的な世界で見つけることは困難です。なぜなら多くの場合で欲望が邪魔をするからです。欲望は多くのネガティブな感情を生みやすくします。恐れと不安となりやすいのです。覚醒は欲望から離れた魂の愛を実感することです。安心と安堵、幸福と愛情、真実とまり、それらを感じることでしょう。それはあなたと彼でしか理解のできないものです。あなたと彼だけのものです。だから特別だと私は思うのです。あなたと彼は前世から今二人に分かれ挑戦をしているのだと思います。まさに物理次元では説明がつかないあなたと彼だけの魂の挑戦です。あなたと彼のようなツインレイの挑戦はとても素敵です。あなたと彼がいつ会えるか、本当に会えるのか、お互いが気がつけるか、深く愛し合えるか、生涯にわたり継続できるか、どれもこれも素晴らしい挑戦です。私たちもまさに挑戦中です。生涯愛し合えるか、これは私たちにとってエキサイティングさえ感じさせます。もちろん結果でしたわかりません。物理次元は結果でしか証明できないのです。だから面白い。あなたもそう思いませんか？今は怖さや不安があっても大丈夫ですよ。ツインレイの彼と出会い覚醒し統合を繰り返していくと、あなたのその感覚はきっと大きく変わるでしょう。あなたと彼はこのエキサイティングで少しスリリングな世界にいます。物理世界です。誰もがここにいるのです。魂の証明はあなたと彼しかわかりません。それを追求し挑戦するのは醍醐味だと思います。人生は時として辛いものです。でもあなたには彼がいます。あなたと魂を分けたツインレイです。彼にもあなたがいます。あなたと彼はお互いに力を合わせ愛し合い、この世界で素晴らしい愛を体験していく。とても素晴らしいと思いませんか？私は本当に素晴らしい、そう思っています。さあ、あなたはそろそろ立ち上がる時間ではないですか？彼の温かい胸の中へ飛び込む時が来たのかもしれませんよ。あなたもそれを望んでいますよね。
きっと大丈夫です。あなたは願い、そして求めて進みましょうね。学生後の男女に見られる特徴。1、見返りを求めず、幸せを願って行動している。無償の愛とは、見返りを求めない愛です。支えてあげたから、優しい言葉をかけてもらいたい。これだけ愛してあげたら、相手からも、何かあるはず。相手に見返りを求めることは、必ずしも悪ではありません。大好きだからこそ、見返りを期待するのは、自然な成り行きでしょう。ただ、見返りを求める行為は、主観でのみ成立し、相手の気持ちを含んでいません。もしかしたら、トラブルに巻き込まれて、いるかもしれない。相手をする余裕のない状態に、陥っているかもしれない。このような様々な状況が想定されますが、見返りを求めていては、相手の境遇に、気づいてあげられなくなってしまいます。学生に至れば、自分の願いに焦点を当てるのではなく、相手の気持ちを待てるようになります。それが無償の愛です。振り向いて、もらえなくてもよい。自分の行動に、気づいてもらえなくても構わない。そう思うようになり、見返りを感じられなくても、相手のために支えてあげられるようになるでしょう。自分を犠牲にするという意味ではありません。ギブ&テイクの関係ではなく、相手を支える行動の裏に境界線を引かなくなります。相手の幸せを願って行動するため、見返りを求める必要がなくなるのです。2、お互いに本心を打ち明けられる。覚醒することで、本音を打ち明けられるようになります。嫌われたくない、拒否されたらどうしよう。そんな気持ちが根底にあれば、話したくても話題にできません。本音を伝えられないのは相手を信頼していないからではなく、自分の思い込みによって相手の反応を決めているからです。話してみなければ結果はわかりません。しかし、大好きだからこそ、打ち明けられないのだとすれば、多分受け入れてもらえないと、自分で判断しているからでしょう。判断を間違っている可能性があっても、これまでの経験から学習した思考は、話す前に答えを出し、自ら打ち明けられない状態を作ってしまいます。ですが、学生した後は本心から、話せるようになるでしょう。ツインレイは、覚醒することで、多くの変化を経験し、魂の成長過程における覚醒が辛い時もあります。しかし、覚醒後の変化について知っていれば、落ち着いて対応することも可能です。恐れずに、覚醒の時を迎えましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。